キャリアコンサルタント資格講座説明会を開始します皆さん、はじめましてレック東京リーガルマインド執行役員キャリアコンサルタント部門の西脇直子と申します今日はこの後30分ほどお時間をいただきましてキャリアコンサルタントの資格の制度、試験の概要そしてレックキャリアコンサルタント養成講座の内容についてご案内していきます まず皆さんお手元にこちらのレックキャリアコンサルタント養成講座のパンフレットそれから受講料スケジュールのご案内お持ちでしょうかお持ちでない方はスタッフまでお声掛けをいただければと思います内容はこちらのパンフレットや冊子の中に書かれていることではありますけれどもパワーポイントで重要な部分を抜粋しながらお話をしていきたいと思います えでは、キャリアコンサルタント資格講座説明会始めていきます。え、まずはじめに。この養成講座を実施している東京リーガルマインドについて、簡単にご案内していきます。千九百七十九年ですが、司法試験の受験指導機関として創立したのがレック東京リーガルマインドです。 それ以降40年以上にわたりまして、さまざまな国家資格や公務員を目指す人材の育成を行ってきました。この左上のキャリアアップ事業と書かれているところが、そうした事業の塊です。レックキャリアコンサルタント養成講座も、このキャリアアップ事業の中の人材育成、人を養成するといった大きな柱の一つの講座として取り組んでいるところです。 はい、そして右側の公共事業というとところです公共事業と言いますと皆さんどちらかといいますと例えば橋や道路を作るというようなイメージ持つ方多いかもしれませんが厚生労働省からの委託を受けてあるいは地方自治体などからの委託を受けての就労支援事業やセミナー事業というのが実はたくさん行われています。 レッ c の中では公共事業本部という部署がありましてそこで観光庁からの委託を受けた事業の実施をしています特に就労支援事業やセミナーの運営事業などについてはキャリアコンサルタントが人材として必要とされています レックのキャリアコンサルタント養成講座終了された方がこちらの公共事業本部の事業の中で活躍しているそんなケースもたくさんあります。はい、そして左下の子育て支援です。例えば保育園や学童クラブなど子育ての支援、未来を担う子どもたちの育成にも力を入れています。えそして一番右下 リカレント教育とあります NPO 障害学習という団体の名前書いてありますけれどもキャリアコンサルタントが国家資格化する前はこの NPO 障害学習という団体が民間の資格としてキャリアコンサルタントの認定を行っていました。 レッ c の養成講座終了した方は、NPO 障害学習の検定を受けて、合格するとキャリアコンサルタントの資格が得られた、えそういう流れでした。今はキャリアコンサルタントは国家資格となりましたので、NPO 障害学習はリカレント教育、障害学習、まさしく文字通り、名前通りですね、障害学習を行う団体として、 キャリアコンサルタントをはじめ、さまざまなレックの修了生の方々のサポートをしていく、そんな団体としての活動をしています。はいでは、パートワンとしてキャリアコンサルタントとは、についてお話をしていきます、はい。まず、キャリアコンサルタントとは何か。これは、キャリア相談のプロフェッショナルです。就職・転職・ キャリアアップなどを支援し一人一人が自分らしく生きるることをサポートすす仕事ですまた激変する社会環境社会の変化の中において自律的な人生の選択をサポートする役割です。そしてこのキャリアコンサルタントは民間資格から2016年4月に国家資格になりました。 それによって資格に対する信頼度が大きく向上しました資格を持っていることがプロとして必要な知識やスキルを身につけていることの証明となりますこれからキャリア分野で活躍を希望する方にはもう必須の資格ですし今実務に従事している方、すでに相談業務を行っている方にとっても相談者の安心感と信頼感を高めて ご自身の仕事の幅を広げていくために資格の取得をぜひお勧めしたいところですはい、次のパワーポイントではキャリアコンサルタントを取り巻く環境の変化について少しお話をしていきます左上に1991年バブル崩壊2008年リーマンショック2020年コロナショックと記載してあります バブル崩壊の後はリストラによる再就職支援が非常に重要となりキャリアコンサルタントはその再就職支援をする専門人材として注目されましたそして社会にとってもキャリアコンサルタントという名前が浸透していったそんなきっかけとなったのがバブル崩壊後の出来事です。その後の後2008年リーマンショックによって 非正規の就労者の方の雇用が打ち切られたり派遣切りという言葉もありました非正規の労働の方が非常に増えていって非正規で就労する方々をどうやって正社員にしていくかといったところが社会でも大きな問題となりましたこの非正規就労者の正社員化についてもキャリアコンサルタントが専門の支援人材として活躍してきましたはい、そして さらなる変化変革の時代というタイトルで書きました働き方改革人生100年時代1億総活躍社会 ai 時代の到来コロナショックの前の段階でこのようなキーワードがたくさん社会で言われてましたで働き方改革は本格的に指導するタイミングだったというところもありまして多様な働き方 多様な生き方を支えるののもキャリアコンンサルタントの役割だと言われましたまた AI 時代の到来ということでは人にしかできない仕事を人が行う AI にとって変わることができるものは AI にその仕事は任せるそんな切り分けもしていこうそんな流れの中で一人一人の人を支えるそれがキャリアコンサルタントの役割としてさらに キャリアコンサルタントに求められる内容が増えていったというのが、これまでのところでした。そうした中でのコロナショック。まあ、世界的にですね、これ経済的な不況ですね。世界恐慌とも言われていますけれども、そのような状況で。企業も収益が厳しくなっているところがたくさんあります。雇用情勢も悪化しています。 非正規の就労者の方がその後仕事がないであったり、正社員の方であっても、例えばえっとこの先のリストラがされていったりとか、早期の退職を鑑賞される、そんな流れも出てきているところです。この先、キャリアコンサルタントは社会の変化、このコロナの情勢なども見ながら、一人一人の働く人を支えていく役割があるということになります。 はいこの矢印に書かれたところの例えば厚生労働省10万人養成計画国家検定制度スタートについてはこの後のパワーポイントで簡単に触れていきます一番下のところ2016年4月から先ほどお伝えしました国家資格のキャリアコンサルタントキャリアコンサルタントが国家資格化されたという大きなイベントがあったということですはいでは次のパワーポイントです キャリアコンサルタント資格制度の体系を簡単に書きました皆さんがまず目指していただくのは国家資格のキャリアコンサルタント三角の下の方に書かれていますベースラインとありますその上にあるのがキャリアコンサルティング技能士の2級1級です技能士というのは実務経験を持っていらっしゃる方の技能レベルを測る 検定試験を受けて合格した方が名乗ることがででできる称号ですす資格ですでこの2級の技能士というのは熟練レベルといいまして今日本で保有していらっしゃる方9768名その上の1級になりますと指導レベルで保有している方432名とまだまだ非常に少ないです。 国家資格キャリアコンサルタントは現在5万3千人の方が試験合格されていて保有しているという状況ですキャリアコンサルタントの資格の体系このようになっていまして技能士というのは実務経験がないとそもそも受験資格がない試験になっていますそれに対して国家資格のキャリアコンサルタントは実務経験3年以上ある方はそのまま試験を受けることができますが 実務経験がない方もキャリアコンサルタントの養成講座を終了すれば試験を受けることができるということになっていますはいでは次ですキャリアコンサルタント養成計画2008年に厚生労働省が打ち出しているものですけれども先ほど国家資格持っていらっしゃる方5万3000人とお伝えしましたが厚生労働省は2024年度末までに キャリアコンサルタントを10万人に増やすことを計画していますそのぐらいキャリアコンサルタントが増えないと社会にあまねくキャリアコンサルティングが普及していかないという試算なんですね企業の中でもまたそれ以外のところでも気軽に働く方がキャリアコンサルタントに相談できるそのような社会を作っていくためにはキャリアコンサルタントを増やしていく必要があるという考え方です でこの資格取得促進のために厚生労働省はキャリアコンサルタントの養成講座を専門実践教育訓練給付の対象講座としていますこれは養成講座を終了して資格を取得することで受講料の最大70%が戻ってくるという養成講座を受けようとする方にとっては非常に取り組みやすい制度が適用されています。 レックのキャリアコンサルタント養成講座は専門実践教育訓練給付の対象講座ですので、この制度の活用ができます。後ほどここも触れていきます。はい。では、キャリアコンサルタント取得のメリットについてお話しします。先ほどご覧いただきましたように、社会のさまざまな変化に対応して働く人を支援していく必要があります。 人の支援ができるのはやはやり人なんですねですのでこの先も新型コロナウイルスにより大きく影響を受ける雇用や就職や転職のサポートをしたり今すでに働き方改革による変化だけではなくてコロナによる影響で在宅勤務やテレワークなども増えています。ai の進展もさらに加速ししていますこうした 大きく変わる働き方への対応をサポートし続けていくのがキャリアコンサルタントです時代がどのように移り変わっていっても大きな変化があればそれだけキャリアコンサルタントのような専門人材が必要とされるということになりますえそしてその下ですが自身のキャリアアップにとありますこちらはキャリアコンサルタントの資格を取るための学びそのものが コミュニケーション能力の向上や対人スキルなどヒューマンスキルの向上に役立ちますつまり講座を受講される皆さん自身に役に立つ皆さん自身のスキルアップに有益だということですまあ、人生100年時代これからの人生寿命が伸びていきますのでそうした中でご自身がどのように働き 学び生ききていきたいたのかそんなことを考えるヒントやきっかけにもなりますのでそうした意味からも受講していただけると良いかなと思っています、はい、では続きましてキャリアコンサルタントの国家試験の概要についてお話ししていきます。 キャリアコンサルタントの国家試験は学科試験と実技試験両方合格して初めて資格取得となります学科試験は四試択一で五十問マークシート方式です実技試験はその中で論述と面接の試験があります論述試験は論述式の回答を行う、まあ、文章で書くというような試験ですでもう一つ面接試験が ロールプレイと言い,いまして、実際に相談業務を試験監督の前で。やってみせるという試験のタイプです。はい、このような試験が行われます。そして、試験の日程ですが、二千二十一年の試験日程、このようになっています。現在、キャリアコンサルタントの国家試験は年三回行われています。二千二十一年も、第十六回、十七回、十八回。 3月6月10月の試験を予定していますすでに実務経験がある方3年以上ある方はキャリアコンサルタントの養成講座を受けなくても直接試験を受験することができますその場合第16回3月試験に間に合いますレックキャリアコンサルタント試験対策講座を受講していただいての受験をぜひお勧めします それから今日来ていらっしゃる方の多くの方が12月1月2月生の寄せ講座お申し込み検討されているかと思いますそうした皆様は2021年の6月試験を目指していただくことになりますはい、試験回数年3回ですそして合格率見ていきましょうまず学科試験の合格率です直近の試験が第14回試験です 第15回の試験が実は2020年6月に予定されていたんですが新型コロナウイルスの影響で中止となっていますので第14回が最新のデータということになります。学科試験の合格率第4回と9回が非常に難易度が高くて合格率低かったんですがそれ以外の回はおおむね60%前後60%以上ぐらいのところで推移をしています。 こうしたところで比較的高い合格率で安定してきているかなという印象です続きまして実技試験の合格率ですこちらも14回が最新のデータになりますがこちらはもう60%以上で毎回推移をしていて比較的高いですよね国家試験の中ではかなり高い合格率かと思いますはい、学科試験と 実技試験両方一発で合格される同時に合格される方の割合というのは50ぐららいいいっしゃいま,すまず国家試験で年3回試験があって合格率が一発合格で50%以上、まあ、それぞれ学科も実技も60%ぐらいの合格率ということはかなりチャレンジしやすい試験なのではないかと思います。 国家資格化したのが2016年4月ですのでだんだん民間の資格から国家資格になった試験というのは難易度が上がっていくと言われています。ですので試験チャレンジしようかなと思ってらっしゃる方がいらっしゃいましたら早めにチャレンジされることをお勧めしたいところです。はい、ここままで試験概要についいてお伝えしましたは 続きましてパート3としまして今度はレッグキャリアコンサルタント養成講座の特徴をいくつかまとめていますのでご案内していきますまず一つ目ですレッグキャリアコンサルタント養成講座は厚生労働大臣の認定の講習ですので講習終了によって国家試験の受験資格を得ることができます実務経験がない方でも レックの養成講座終了していただければ国家試験を受けることができます二番目です専門実践教育訓練給付の対象講座です先ほど厚生労働省がキャリアコンサルタント10万人養成計画を発表していてキャリアコンサルタント養成のサポートをするために専門実践教育訓練給付制度を設けていますとお伝えしました 最大受講料の70%が戻ってくる仕組みになっていますこの利用のためには受講開始日の原則1ヶ月前までにハローワークで皆さんご自身が手続きをしていただく必要がありますその手続きの詳細などについてはこちらですねキャリアコンサルタント養成講座の受講料スケジュールのご案内の中に 受講前の手続きについてということで記載してありますのでこれよくお読みいただきましてお手続きをしていただきたいと思っていますはい。ね、専門実践教育訓練給付の対象講座ですかなりメリットの高いものですので、えー、この要件満たしていて適用になる方はぜひぜひご活用いただきたいと思います はい続きましてカリキュラムですレックキャリアコンサルタント養成講座は合計155時間そのうち通信自宅学習部分が65時間と通学が90時間ですこの自宅学習というのは文字通りウェブを使った学習となりますで下のですねオレンジの枠で囲まれている通学 7.5時間 ×12 日間通っていただいて90時間満たしていただく必要があるんですけれども原則は通学ただ今その新型コロナウイルスの影響がありまして厚生生労働省からも新しいい活様式が推奨されていますそうした中でウェブ歩行の制度を厚生労働省の確認を取って実施しています。 12月1月2月生はウェブ歩行の対象となっていますウェブ歩行は、えー、ご自宅でまあ通信上の方のですね通信自宅学習と同じようにウェブで学習していただくことによって通学したとみなすことができる制度になっていますそれによって通学部分の終了することができるということになります ウェブ歩行については何日間例えばあの通学で原則的に通っているけれどもどうしてもコロナウイルスが感染者が増えてきたというようなところで通学が不安になったということでしたらば12回のうちご自身が 何回,何回でもですねあのウェブ方向に切り替えていただくこともできますしウェブ方向で通おうと思って学習しようと思っていたけれども実際に通学できそうだというところがあれば通学していただくこともできるということで相互に乗り入れていますのでご自身の状況やその、えー、新型コロナウイルスの状況などによって、えー 通学にするのか、実際に学校に通って勉強するのか、それともウェブ歩行でご自宅で勉強するのか選んでいただくことができるということになっています。はい。では次行きます。はい、えっ、ー、と講師と受講生の特徴についても触れておきます。講師の先生方は実務家が中心です。臨床心理士、精神保険福祉士、社会保険労務士。 中小企業診断士ななど現場ををよく知っってていいらししゃる経験豊富な先生方が講義を担当していますですので実際に今どんな相談が寄せられているのか相談者の方どんな相談を持ってくるのかキャリアコンサルタントはそれに対してどのような対応をしていくのかそういう現場の生の声を聞くことができるというのが大きな特徴です。 そして一緒に勉強していただく受講生の方々ですが REC は資格の学校ですので資業でダブルライセンスを目指す方が多いというのは他の養成講座をやってらっしゃる団体さんと比べると特徴的なところかもしれません。ただもちろんダブルライセンスとか資業という方だけではなくて企業の人事部を務めの方とかハローワーク人材紹介会社などでお仕事されている方 もいらっしゃいますまたキャリア支援分野が専門でない方、えー、主婦の方もいらっしゃいます私はこの分野初めてで素人なんですけれども大丈夫でしょうかついていけますかというご相談もいただくことがありますけれどもご心配されなくて大丈夫です男女比ですが5対6ちょっと微妙な書き方してありますけれども女性の方が若干多いかなという印象です 比較的男性の割合が高いのが他の団体さんと比べたところでの特徴かなとも思います年齢層の中心は30代から40代、えー、ですが20代の大学生の方も最近いらっしゃいますねまた60代の方ぐらいまで非常に幅広い方々が年齢を超えて職業普段やってらっしゃることなどを超えて 横のネットワークを作っていくということができるのが非常に大きなキャリアコンサルタント養成講座のメリットかと思いますはい次です受講環境です各本校これレックの養成講座を実施するのはそれぞれレックの各本校を使ってやりますけれども駅前の通学しやすい立地にありますですのでとても通いやすいですね それからやむを得ない場合の欠席については振替受講を可能としています先ほどウェブ歩行がありますよというお話をしましたが例えば東京で普段受けてらっしゃる方が横浜の校舎のクラスに行くであったりとか最近 コロナの影響で出張する方少なくなっていますが、例えば大阪で普段受けていらっしゃる方が東京への出張のついでに東京で講座を受けますというようなこともありました。ウェブ歩行やこうした振り替の受講を活用していただいて、 通学十二日間のうち最低十日間は通学の要件を満たしていただく必要がありますのでそこをクリアしてしっかり講座の終了をしていただいてスキルを身につけていただきたいと思っています。はい、エレックキャリアコンサルタント養成講座の特徴の七番目として受講料です。エ、はい、レックはさまざまな資格試験の対策講座を行っています。 そうした意味でキャリアコンサルタントだけではない他の講座も含めた会社全体ととしてのスケールメリットを生かすすことができますその分広告宣伝費や会場費などの経費を抑えることができていましてそれを受講料に反映させているというのがレックの受講料が比較的安いところで設定できている理由です。はい、一般価格30万円で 税込みテキスト代などはすべて入っています。で、入学金などの別途の費用はいただいておりません。で、この受講料についてなんですけれども、このスケジュール受講料スケジュールのご案内のところのまず一番表側のところには、はい、一般価格ですとか大学生協や代理店書店価格などが記載されています。また一ページめくっていただいたところには。 割引制度のご案内ということでかなりたくさんの割引制度が設けられていますのでご自身で当てはまるものがあればぜひぜひお使いいただきたいと思ってますはい、受講料のところのお話をしてきました次です試験対策講座も行っています国家資格の受験指導校として40年以上の実績があります 国家試験の分析を行った上での試験対策講座こちらもご用意しています要請講座終了した後で実際に試験を受けるまでには少し時間的な空白が空いてしまいますそこでご自身の力を落とさないためにまた弱点克服のために活用されている方もいらっしゃいます キャリアコンサルタント養成講座受講生の方には割引も設けていますので試験対策講座も受けやすいいサポートをしています、はい、またここから先は合格後のサポートのお話になりますが1番目、合格者交流会新型コロナウイルスの影響で交流会実際に集まってというのが残念ながら今年できていないんですけれども 東京大阪名古屋でこれまで年2回程度専門家による講演会や横のネットワークを広げるという意味での交流図っていただくための場を設けていました新型コロナウイルスのもちろん影響によりますけれども再開できるタイミングではぜひ実施をしていきたいと思っています。ままた2番目としまして npo 学習認定キャリアカウンセラーこれ 先ほど国家資格になる前は NPO 障害学習がキャリアコンンサルタントの民間資格をを発行してましししていままたた。とうお話しし NPO 学習の認定キャリアカウンセラーこれ登録していただきますと国家試験合格してキャリアコンサルタントとして活動していく中で役に立つ情報の提供であったりキャリアコンサルタントとしての必要な学びの場を提供する講座を 安い値段で受講できるといったメリットがありますので、まあ、合格後ぜひ登録のご検討いただければと思いますちょっと見ていきますとまずこれ合格者交流会の様子昨年の様子ですね写真を載せてありますで今お話ししました NPO 障害学習認定キャリアカウンセラー えー、持っていますとこの3番目の更新講習という講習があるんですけれどもこちらの割引制度を適用すすることができます、はい、少し更新講習についてはキャリアコンサルタントの制度と関係するところですのでお伝えしておきたいと思います。キャリアコンンサルタントという資格なんですが 一度取ったらそれっきりで一生使えるというものではなくて5年ごとに更新をしていく必要がありますそれは先ほど社会の大きな変化に合わせてキャリアコンサルタントは人の支援をしていく仕事だというお話をしましたつまり社会情勢を常にキャッチアップしていって世の中の動きを分かった上で相談者の方と向き合っていく必要があるということです そのために、五年ごとに登録の更新手続きが必要で。その更新のためには、講習を原則として。三十八時間分、受講している必要があります。その更新のために、必要な講習のことを、更新講習と言います。この更新講習についても、レック東京リーガルマインドで行っています。 そして NPO 障害学習の登録キャリアカウンセラーになっていただくと更新講習の割引の制度を使うことができますのでキャリアコンサルタントに合格した後資格取得した後も自分自身の学びを効率的に経済面のメリットも持ちつつ進めていくことができるということです。は皆さんがキャリアコンンサルタントにななろうかなと思って 要請講座を受けようかと検討している段階から資格を取った後の学びについてまで一貫してサポートできるといったところが強みですはい、そして最後4番目のところですねキャリアコンサルタント採用情報をお知らせとありますレックの事業分野の一つとして公共事業があるというお話をしました レッ c の公共事業本部では全国で就労支援やセミナーの実施をしています。厚生労働省や地方自治体などからの委託事業として行っているものなんですが、ここでキャリアコンサルタントやセミナーの講師が必要となることが多いです。そうしたキャリアコンサルタントなどの募集の情報、採用の情報をメールなどでお知らせするということを行っています。 不定期なんですけれどもキャリアコンサルタント養成講座終了されて受講後のアンケートなどにお答えいただいた方に対してこうした情報を発信していきますキャリアコンサルタントを取られた後の仕事への第一歩を踏み出していただくそんなサポートもできたらと思っていますはい、ここまでキャリアコンサルタント養成講座の特徴についてご案内をしてきました はいではこちらですね「キャリアコンサルタント養成講座のパンフレット」そして「キャリアコンサルタント養成講座受講料スケジュールのご案内」こちらの中にはもちろん実際の皆さん検討されている通学先の講座のスケジュールなども書いてありますので是非このパンフレットとスケジュールのご案内 ご確認いただいて講座の受講をご検討いただけたらと思いますえ皆様のご受講をお待ちしています本日はどうもありがとうございましたこれでキャリアコンサルタント資格講座説明会を終了します